橋の街の物語の作演出音楽を務めます糸井幸之助と申します。普段は深いプロデュース羽衣というところでお芝居を作ってます。はい、今回ドラマトルクという、まあ、演出家の、まあ、パートナーといいますか相談役でなことをさせていただいております。木下雄一と申します。普段は木下歌舞伎という、劇団でお芝居を作っております。豊橋町の物語の、ダンスの振り付けを考えたりしてます。木川と申します。よろしくお願いします。今後ですね、豊橋の町の物語、前編ですねミュージカル仕立てになっておりまして、はい、まあ、歌って踊って、まあ、ちょっとですね、一風変わったミュージカル、うんうん、一風変わったミュージカルなんですけど、それでですね、まあ、そんな歌い踊りながらどんなお話を繰り広げていくかといいますと、これもうチラシに書いてあるので読ませていただきますと端っこの町の端っこに暮らす端っこの家族、その末っ子の京子はみんなから端っこと呼ばれている。そんな端っこは駅前で道行く人の靴音を聞きながら夕日を眺めていた。老人ホームに預けたおばあちゃんを思って、家族一人一人がそれぞれの思いを抱きながら過ごす一夜の物語をちょっと妙なミュージカル、ミュージカルとして上演しますというお話です。その、端っこという中学生の女の子が、はい、主人公なんですけど、うん、それを取り巻く家族、はい、そして取り巻く町が、はい、まあ、いろんな、小さな物語がこう重なってですね、はい、一つの、まあ、大きな町の話になっていくという、はい、いろんなシーンがありますもんね。そうなんですね。いろんなシーンが舞台になっておりまして、豊橋にもある、場所をモデルにしたり、はい、しておりますので、ぜひ楽しみに。そうですね。これはどこなんだみたいに想像してもらって。あ、そうですね。いいかもしれませんね。どう違う。まず、参加者の、出演する、人数がですね、はい、その1年目の時は15人くらいだったんですけども、それが、40人になりまして、まず、人数がそういうのがありまして、最初の15名からたちも和気あいあいとしてたんですけど、これが3倍になって3倍の和気あいあいとして稽古場が繰り広げられて、なんかどんどんあれですよね、皆さん顔なじみになってきて、そうそう、僕たちもやっぱり仲良くなっていくと、なんか劇団みたいな空気になってきます ね、 そうですね、今回やっぱ新しく本も増えてますし、新しい曲も増えてます、はい、まあ、前回 の、 その1年目のものは踏襲しますけれども、随分ね、振り付けだって随分変わってるし、そうですね、非常にパワーアップしてるんですよ ね、 ですね。ですから初年度見た方もぜひ2年目も見ていただきたいというふうに思います。今回ですね、40人という、大変 大勢の方に、ダンスをお伝えしてますが、40人いるということはですね、同じ振り付けなんですけど、それぞれの個性が出てますので、40人いれば40種類の振り付けがあるので、このいろんなところ見るところが見どころがあるんですけど、誰かに注目してても面白いのではないかと思って、ぜひ劇場で楽しんでください。凝ってるもんね。凝ってます。すごい、すごい凝ってる。だからあれ3回ぐらい見ないと。そうですね。ね、2回しかない。2回ぐらい全部見切れない。だからあれだけの人数、あれだけの情報量の、そうなんです、ね、凝った振り付けですから、そうなんです、ぜひ3回ぐらい見ないと。まあ、タイトルがですね、豊橋の町の物語というふうになってますけれど、まあ、もちろん豊橋を題材にして豊橋を、まあ、リサーチして、作った作品ですけれども、別に豊橋限定ってわけじゃないんですね。つまり豊橋の方が、方しか、感動できないわけじゃないんです。いろんな、方がですね、いろんなことを思えるような、内容に、なってますし、もしかすると舞台上で行われていること、起こっていることにふと自分の姿をですね、見たりするかもしれませんし、物語に何か自分と共通するものを見出せるかもしれませんので、ぜひですね、その辺のところを楽しみにご覧いただければというふうに思っております。いい劇場でですね、まあ、その身近な、まあ、同じようなチームの人たちがどんなことやってるのかということもとても楽しいと思いますので、
チケット代もですね、大変リーズナブルになっておりますので、ぜひ劇場の方に足を運んでいただければと思います。では、皆様劇場でお待ちしております。